こんにちは。そうですね、批判ね、この批判というテーマで語ることも結構多かったんですけども、今回はですね、まあ信じていたのにとかね、そういうキーワードにしましょうかね。吉谷さんもね、こういう経験があると思うんですよ。吉谷さんのこと信じていたのに、吉谷さんの流した情報なんか違うじゃないですかとかね、久保さんのこと信じたのに久保さんの言う通りにやったけどもうまくいかなかったよってことはあると思うんですよ。で、まあ信じていただくのは非常にね、恐縮でありがたいなと思うんですけども、まあ、ビジネスとかお金を稼ぐってことについて本当に信じているのなら、継続した行動ってのが根底にないとダメかなと思うんですよね。で、うまそうな話だけをかいつまんで信じていたのにってことになると、それはなかなかね、うまくいかないわけですよ。誰しもね、無駄な情報はスルーして、必要だと思った情報をキャッチしたいと思うはずなんですけども、必要だと思った情報を扱うためには、氷山の一角でね、そこの背景にものすごくね、たくさんの一見自分には関係ないだろうなっていうものが入ってるんですよね。つまりですね、ビジネスだけうまくいかそうと思ってもそうはいかなくって、人間の暮らしってのは24時間365日360度、もうありとあらゆる角度から人間一人っていうのは形成されてるんですよね。で、ビジネスってのはその一部の吹き出し口なんですよ。ですんで、自分の暮らしはいい加減で、約束も守らないし、なるべく楽して稼ごうっていう気持ちがね、あったりとか、他者のことを考える余裕がないとかっていうね、自分勝手な理論で、じゃあ自分だけお金稼ぎたいって言ってもそうはいかなくって、結局自分の姿全てがですね、出てるんですよね。じゃあビジネスって何なのって言ったら、まあ、2つぐらいの側面を今日はお話したいんですけども、1つは圧倒的な信用ですよね。これはどういうふうに信用を培うかっていうのは、いろいろ方法あると思いますけども、少なくとも今まで何をやってきたのかっていうことに対して、人はこれからどのぐらいやってくれるのかってことを期待するわけですよ。ということですね、3年経っても5年経っても10年経ってもずっと継続して物事に打ち込んでるっていう姿が実績になって信頼になるわけですよね。これからもこの人は簡単にその立場を手放さないだろうというふうに思うわけですよ。でも、その信頼が築きにくい人、信用をね、勝ち取りにくい人っていうのはポッと出なんですよね。昨日今日出てきて急にうまい話があるから乗ってみませんかとかね、この商品いかがですかって感じで、とにかくね、そういうふうな用事のある時しか寄ってこないんですよ。そういうふうになるとなかなか信用されませんから、普段からどんな行動をしているのかってことによって、やっとですね、重要な発信をした時の、まあ、裏付けというか担保が取れるわけですよね。例えばね、まあ、吉谷さんがね、なんか全てを話しますとかね、大切なお知らせとかってたまにタイトルで出しますけども、あれ普段の発信してなかったらなんだこれで終わりですよ。っていうか、サジストに出てきもしないでしょうね。でも普段の発信があるんで、重要なメッセージを届けてくれるんじゃないだろうかと思わせるようなタイトルの時に、とりあえず見とこうかっていうバイアスが働いて再生数上がると思うんですよね。で、逆に毎回あれをやると、もう今度は効果落ちていくわけですよ。まあ、ですからね、定期的にやっていくということが必要だと思います。まあ、隔週とかね、間隔を空けて、で、間隔を空けるってことは空いた間隔の間にどんなことをやってるかってことなんですよね。まあ、これが一つじゃないですか。で、もう一つはビジネスとかお金稼ぎって、誰かの悩みを解決するっていうことがワンサイクルになると思うんですよね。悩みを解決したからありがとう、これ支払いって感じになるんですよね。まあ、ですからね、なんていうのかな、この2つを組み合わせてビジネスっていうのをうまくいかせるわけなんですけども、この問題解決をしてあげるからまずお金ちょうだいって言えるってことは、それまでに問題解決をしてきた実績が積み上がっていかないと、販売する方も購入する方も、まあ怖いですよね。まあ、ですんでね、急に出てきてセールスしてさっと去っていくっていうのはちょっと用心した方がいいかなということですね。まあ、で、もう一個ね、なんか何々さんが言うのを信じたからっていうんだったら、じゃあまずは信じてるんだったら、このね、動画を1万本とか、サイトを1万個とか、ライティング1万文字とかね、これをやったら必ず商売の力がつくよっていうことを信じてくれないんですかってことになっちゃいますよね。まあ、ですんでね、私もそうですし、吉田さんもいろんな案件ね、マトリックスはじめ紹介しますけども、やっぱりそこにはですね、
紹介はするんだけども、これは自分で選ぶんだよと、自分の責任でやるんだよと、そういうことも忘れちゃいけないっていう発信ですよね。だからどんなことであれ、信用できる人からでも信用できない人からでも情報を発信されてると。で、最終的にそのどれを選ぶかっていうのは自分が自分に聞いてるんですよね。だから販売者とか紹介者とか販売元とかに責任を問うものではないと思いますね。特にビジネスを志して自分で歩いているって言うんだったら、泣き言を言ってもダメってことなんですよ。で、世の中にはね、そうずるい人も溢れてますから、まずはそれが見抜けるかどうか、そのずるさに巻き込まれた時に一刻も早く立ち直れるようなリスクヘッジをしているかとかね、蓄えがあるのかとか、損害を受けにくい、普段から期待をしているのか、そういうことがいろいろあるんじゃないかなと思いますね。少なくとも無防備に飛び込むってことは、もうこれはね、一人前にはなれないルートでしょうね。ずっと泣き言言って終わりですよ。必ずね、現状は変えれるんですよね。どんな過去があっても未来には一切の責任はありません。で、それをつなぐのが今日この瞬間の自分自身の考えや行動ですからね。過去にこういうことがあったからこれからもこうだろうみたいにね、決めつけないことです。未来のね、時間には、過去の時間っていうのは驚くべきほど関係がないですね。それを言って今日は終わりにしようかなと思いますね。いってらっしゃい。